皆さんこんにちは、ギターの安藤茂です。今回はギターマガジン講義録「極める」の中に、収録されているブルース進行のバリエーションを紹介するコーナー、それの第2回目として、クイックチェンジと2-5、この要素が絡んだ、ブルース進行をやっています。では、はい、じゃあ先ほどの、進行をですね、今回はキーを B フラットに設定してやってみようと思います。一応進行を確認します。まず、最初の小節が、トニック B フラット線ですね。でこのクイックチェンジっていうのはこの2小節目がヨドセブに上がる進行のことを言っています。あとはまた通常通り元に戻ります、真ん中辺はまた同じですよ。で、戻ってきます。そしてこの 2-5 というのはですね、この最後の、このケーデンスのところなんですが、そのキーの2度マイナー7、5度7というこの進行のことを俗に 2-5 と呼んでいます、その進行ケーデンスが絡んでトニックに戻っていきますという、バリエーションですね。じゃあこれやってみます。はい、では先ほどの、クイックチェンジと 2-5 が絡む進行を、じゃあ今回はちょっとジャンプブルースみたいな雰囲気で、ジャンプブルースというとこういうふうにスイングする感じですね、このリズムでやってみようと思います。